日本の内政が混乱するときっていうのは一つの法則性があるんです。はい。それは国際情勢の秩序、ゲームのルールが変わるとき、うん。うん。まさにこの2012年、ええ、世界が変わっている。それがどれぐらいの変動かってことなんですね。うん。例えば14世紀。はい。南北朝の動乱があった。うん。あの時南北朝の動乱というのは日本に天皇が2人いて、うん、幕府も2つあって、それ、公家も神社も、それからお寺も全部2つに分かれるんですね。はい。それあっちこっちでバラバラに分かれてると。うん。なんでそういう風になったかって言ったら、隣に明っていう大帝国ができたからです。うん。この前万里の長城で遭難した人いましたよね。はい。万里の長城があれだけ高い万里の長城になったのは、明の時代なんですよ。うん。清の始皇帝の頃はまだ低かったんです。1メーターぐらいあったんです。はい、この万里の長城を作って、海軍をマダガスカルまで遠征させたんですね。うん。それと同時に高度国防国家であるとともに、経済大国。うん。そこで新しいゲームのルールを作るんですよ。うん。中国に王様として認めてくださいっていう手紙を中国の皇帝に送る。はい。お前認めてやるっていう形で認められた王様だけが国際社会に参加できる。うん。で、朝鮮や琉球はその時に鎖国体制っていうんですけども、うん、中国との関係が入った。日本は割れたんです。うん。北朝、足利義満、金閣寺作った人ですね、うん、あの人は日本国王って手紙書いてるんですよ、はい、それで中国の家来になりますっていうことを言ってるんですね、うん、ところが王様になる前の日に死んじゃった、うん、これ多分毒殺でしょう、うん、それに対して南朝は日本は中国の家来にはなんない、うん、日本独自の道を行くんだと言ったと。それで南北朝は合同して政治的には北朝が勝ったんだけども考え方は南朝の考え方ですよね、うん、それで日本は100年ちょっと安定した。その後戦国時代来るんです、はい、この時はこれも国際秩序の変化と関係してる、うん、スペインとポルトガルが世界を2つに分けるんです、うん、日本はポルトガル領になっちゃうんです、はい、それでポルトガルから鉄砲が来る、うん、宣教師が来る、うん、それでキリスト教を持ってくる、うん、グローバリゼーションのイデオロギーですよね、うん、そのキリスト教と鉄砲をうまく使って天下統一したのが織田信長。ところが豊臣秀吉、明智光秀、それから徳川家康、この人たちは鉄砲は使うけどもキリスト教は距離を置いたと。それで秀吉、家康は禁止して、それで家光の時に完全禁止になって鎖国になると、うん、それで日本独自の道を行った、はい、これもやはり国際秩序の変動が日本に影響を与えたんですよ、うん、それでとりあえず徳川時代安定してたんだけども、うん、幕末の大動乱が起きる。坂本龍馬なんかの時代ですよね、はい、この時は19世紀の半ばにアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、そして衣替えして帝国主義国になったオランダ、うん、それが東アジアの植民地分割をやろうとしたんです、うん、その時に日本の国内が対応できなくなって、うん、徳川幕府倒れる、うん、そして明治新政府ができる、うん、外国の植民地にならないで、うん、憲法を作って近代化して日清戦争、日露戦争に勝って、はい、第一次世界大戦では連合国に入って、はい、国際連盟の常任理事国になる。そして国内では男子普通選挙を導入して二大政党制できるんですよね、うん、民主主義の優等生みたくなってる、うん、ところが1930年代になって軍部のクーデターと未遂事件とか起きて大西洋参会ができて政党なくなっちゃう。どうして？ナチスドイツの台頭、うん、それからソビエトロシアが5カ年計画で強くなって国際秩序が変化した、うん、それだから日本の内政混乱しちゃったんですよ、うん、今も多分それと同じぐらいの大混乱が国際社会で起きてる、うん、ただ渦の中にいる人たちって大混乱が分かんないんですよ、はい、それだから我々混乱してる、うん、こんなふうに僕見たんですよ。